はい、こんにちは。中学受験、さくららチャンネルの竹谷直樹です。えー、今日はね、偏差値65へ理りねえーっと、複雑なね、えー、電流の回路もね、えー、もうこれでね、ちょっとね、コツつかんでもらえるといいなと思ってるんですけど、えー、じゃあ,まあ早速やってみましょう、ね。これですよ、これ。問題は一番明るいものは、ねえー、ごめんなさい、これ、あ、い,い、 一番明るいのはホニャ一番暗いのはホニャですという問題なんですけどまあ実際にはねこれこれねどういうふうに考えるかっていうと、ね、これとこれでは結局ね直列回路なんですこれ全体をまず直列回路としてみますねこれねこうやって電流が流れるでしょこうやってきて。 ここは並列ですよ。ね。でまた合流してここは並列ですよ。でまた合流してぐるぐる回ってる。だけどこの「あう」と「家では直列回路なんだ。で直列回路の電流っていうのはどうやって出したかっていうと乾電池ある豆電球なんですよ。だから例えば豆電球が2個の直列だったらね。 乾電池割る豆電球二個です。これ二個ですよ。乾電池割る豆電球の二分の一の電流なんです。三、ね、個だったら乾電池割る豆電球一割る三なんですよ。三分の一の電流なんです。じゃあこういう時どうするかってことだね。でこういう時のね。何個の豆電球なんですか。これ三個じゃないですか。ってことだね。これ四個じゃないですかって言うんだけど。違うんですよね。 でまずどうやってじゃあまず合うの場合にこれが何個の豆電球かね何個の豆電球かっていうのはねこうやってね乾電池1個の時にじゃあどれだけ電流流れるかやってみるわけですこれ 1÷2 ですよね並列回路ね 1÷2 の2分の1の電流流れますこっち 一割一の一の電流流れます。ってことはこのトータルで二分の一たす一の二分の三の電流が流れるわけです。で二分の三の電流が流れる回路はこれをひっくり返した二分の三の逆ねね三分の二の抵抗なんですよ。この抵抗って言うんだけど。 えー、あんまり気にしなくていい2分の3が3分の2に抵抗なんだけどその逆数にしたものがこれが実はねこの豆電球の個数なんですこれは3分の2個の個電球なんですこの回路は3分の2個の豆電球だから後腕全体で3分の2個の豆電球なんですだからこっちも同じように出す 糸へ上は3つの直列で下が1個の、えー、豆電球でここに電池が1個あるあとこれ上は乾電池割る豆電球1る3で3分の1の電流が流れるでこちらは1る1の1の電流が流れるそうとトータルでは3分の 1+1 の3分の4の電流が流れる。 で3分の4の電流が流れるということは抵抗はひっくり返ったもの4分の3の抵抗でこの抵抗っていうのはあまり気にしないでね4分の3個の豆電球なんだと4分の3個の豆電球ねだから合うは3分の2個の豆電球で家は4分の3個の豆電球ですただね合うと家は何個の豆電球かっていうと 3分の 2+4 分の3の12分の812分の912分の17個の豆電球なんですよ。この「う」と「いえ」で12分の17個の豆電球なんです。ただ乾電池割る豆電球。1割る豆電球12分の17は 17分の12だから17分の12の電流がこの電池から流れるんです17分の12の電流で17分の12がここ,を来ましたこ,こに来ました分かれます何対何で分かれるかっていうと2分の1と1つまり1対2の比率で分かれますから分17分の12が1対2に分かれるってことは 四と八に分かれますね。上が十七分の四の電流が流れて、下は十七分の八の電流が流れます。こっちの方が明るいんです。こっちの方が暗いんですよ。で、今度このえ電流がまた合流すると一旦ここで十二分十七分の十二になってから、この電流がまた上にと下に分かれる。 どんなふうに分かれるかというと3分の1対1ですからね1対3で分かれる17分の12を1対3に分けるとねえ全部で4つに分けるから3だよね上はね3と417分の3がイいいで17分の9がえなんです1対3なんですでまた合流して17分の12になるそうすると 電流は「あ」が17分の4「う」が17分の8「八、い」は17分の「3」「え」は17分の「9」ってことになります。そうすると一番明るいのはこれね「え」17分の「9」で一番暗いのはっていうと「い」ってことになるわけです。もう一回確認しますよ。 直列回路の電電電流は乾電池割る豆電球だと、ね、2個の豆電球だったら1割る2の2分の1の電流だった3個だったら1割る3の3分の1だったじゃあこういう場合はどうやって考えるのかっていうと「あ」と「う」は並列だけど「あ」う」全体と「い」全体この2つの並べると直列回路なんだとでこれがじゃあ何個の豆電球かっていうと、ねえー、こういうふうにね別個に考える1の乾電池に2個1個ね2分の1 1 全部で2分の3の電流分のの電流が流れるんだったら3分の2の抵抗これが3分の2個の豆電球だとこれは分のの電球今度家3分の111と3分の13分の4の電流が流れるひっくり返した4分の3の抵抗つまり4分の3個の豆電球だからこっちは3分の2個の豆電球でこっちは4分の3個の豆電球だから足して12分の17個の豆電球で乾電池割る豆電球。 で乾電池はある豆電球でここから電流が出たらこ,こ,からこっちは1対2に分ける、ね、17分の4、17分のこっちは1対3に分ける17分の3、17分の9ということになるわけです。ね、えー、これね次回もうワンパターンやります、えー。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。